田園回帰とは、過疎地域において都市部から人の移住、定住の動きが活発化している現象。日本の田園と古民家日本の明治大学教授、小田切徳美は、かつて全国に先駆けて過疎化が始まった中国山地において、2010年代から田園回帰の動きが始まったとしている。例えば、島根県大南町では2013年度における人口の社会動態が、 社会像に転じたとされる。島根県中山間地域研究センターの藤山、広氏は、地区人口の1%ほどの移住者を呼び込めば、企業誘致、特産品開発に頼る必要はないとする、田園会期1%戦略を提唱している。これについて、松山大学の社会学者、市川寅彦は、人口の1%を取り戻すのは、多くの自治体にとって、非常に、 難易度が高いと指摘している。18世紀後半のイギリスでは、第二次囲い込み運動により、これまで自由に使っていた共有地を失った農民たちが、産業革命によって工業化した都市へと移住した。反共制的に自然環境から切り離された都市部住民たちの間には、田舎暮らしを理想とする考えが広まった。都市部で財を成した上流。 中産階級の人々は地方に大豪邸を建てて住み始めるようになる。年四回の国民の休日が認められると決して裕福ではない人々も地方に貸別荘を借りて過ごすようになった。ただし都市部で働く人々は地方に長く留まることができなかったため都会の住居に地方の邸宅の様式を取り入れたカントリースタイルが普及した。 中華人民共和国では伝統的に田園地帯が文化の核であったが改革開放で急速な都市化中心主義が広まった。しかし2015年時点で知識人、富裕層、投資家などに都市の喧騒や公害を嫌って田園地帯への移住を執行する田園回帰のような考え方が広まっているとされている。ありがとうございます。